Spotify India イイが全ジャンル歌いこなせるアーティストはと質問したところ、あるアーティストの名前でコメント欄が埋め尽くされる事態に。その名はナンバーアンダーライン愛。一体なぜ彼女はこんなにも人々を魅了するのか ?Spotify India イイがどんなジャンルでも歌えるアーティストは誰かという質問を投げかけた際、多くのファンが熱心に参加し、様々な意見が寄せられました。この記事は、その背景と、 なぜこのような質問がインドの音楽ファンにとって大きな反響を呼んだのか、さらに深く掘り下げていきます。Spotify は、音楽ストリーミングサービスの中でも特にユーザーとの対話を大切にしており、こうした質問を通じてリスナーの興味や関心を探ろうとしていますが、今回の問いかけが特にインドという巨大なマーケットでどのように受け取られたかは興味深いものです。インドは人口が多く、多様な文化と音楽シーンを持つ国であり、 音楽に対すする情熱は深いですそのため、この質問が投げかけられた瞬間から、多くのインド系ファンが自分の意見を表明するためにコメント欄へと駆け込みました。特に注目すべきは、ある特定のアーティスト、ナンバー・アンダーライン愛に対する圧倒的な支持です。彼女の名前がコメント欄を埋め尽くす様子は、まるで一種のサイバーテロのようだと冗談交じりに言われるほどでした。 ナンバーアンダーラインアイという名前がこれほどまでに多くのファンに愛され、支持される理由はどこにあるのでしょうか。彼女がどんなジャンルでも歌えるという評価を受けている背景には、彼女の幅広い音楽的才能と、リスナーとの特別なつながりがあるといえます。多くのアーティストは一つのジャンルに特化し、そのジャンル内で成功を収めることを目指します。しかし、ナンバーアンダーラインアイはその枠を超え、ポップからジャズ、 ロックからバラードまで、あらゆる音楽ジャンルを自在に操ることができるアーティストとして認知されています。彼女の声は、リズム感やメロディーに対する繊細な感性と組み合わさり、どんな楽曲にもその独自の色を加えることができるのです。ここで重要なのは、ただ技術的に多様なジャンルを歌えるというだけでなく、彼女がどのようにしてそのジャンルごとの独自性を理解し、尊重しているかという点です。音楽のジャンルというものは、 その背景に文化や歴史が深く関わっています例えば、インドの古典音楽は何世紀にもわたる伝統と哲学が根底にあり、これを理解しないまま表面的に模倣するだけでは、真の表現には至りません。しかし、ナンバー・アンダーライン愛はそのような表層的なアプローチではなく、各ジャンルの本質に迫り、そこから自分の解釈を加えることで、オリジナル勝つ心に響くパフォーマンスを生み出しているのです。 実際に、インドの音楽ファンの中には彼女を、ゴートグレ r テストオブオールタイムと呼ぶ人々も多いです。彼女の存在感は、単なる一アーティストとしての枠を超え、時代を象徴するアイコンとなりつつあります。職場でインド系の同僚たちと話していると、彼らが、ナンバーアンダーライン愛の楽曲をどれほど愛しているか、どんなシチュエーションでも彼女の曲が流れることで元気が出るといったエピソードをよく耳にします。 特に、スポティファイインディアのコメント欄に自分の思いを投稿することができたファンたちは、自分たちの声が直接インドの音楽シーンに届くという一体感を味わっているようです。興味深いのは、このようなファンたちの応援が単なる一方通行のものではなく、彼女自身がファンとのつながりを大切にしているということです。彼女はソーシャルメディアを通じてファンとの交流を図り、自分の音楽がどのように受け取られているか、 どんな感情を呼び起こしているのかを常に気にかけています。インドのファンに向けた彼女のメッセージや小さなジェスチャーでさえも大きな影響を与えることがあるのです。Spotify India イイへのコメントを投稿したファンたちの間でもナンバーアンダーライン愛だけで十分彼女の名前さえ書けばそれで全てが伝わるという感覚が広がっており、これも彼女が築き上げた深い信頼関係の表れだと言えるでしょう。また、 彼女の名前がこれほどまでに支持される理由の一つに、彼女が常に進化し続けているという点があります。音楽業界は日々変化しており、トレンドも急速に移り変わります。しかし、ナンバーアンダーライン愛は常にその波に乗るだけでなく、新しい風を吹き込む存在として、業界の最前線に立ち続けています。彼女の楽曲は、最新の技術やサウンドを取り入れつつも、 決してその本質を失わないバランスが絶妙です。これにより、彼女の楽曲は常に新鮮でありながら、時代を超越した魅力を持っているのです。ここで興味深い疑問が浮かびます。なぜ彼女はこれほど多様なジャンルに対応できるのでしょうかその答えは、おそらく彼女の音楽に対する探求心と情熱にあるでしょう。多くのアーティストが一度成功を収めると、 同じスタイルやフォーミュラに頼りがちですが、ナンバー・アンダーライン愛はその安定を求めることなく、常に新しい挑戦を続けています。彼女の音楽は、各ジャンルの持つリズム、メロディそして感情を深く掘り下げ、それを自分のスタイルに再構築することで、リスナーに驚きと感動を与え続けているのです。もちろん、彼女がこのように進化し続ける中で、ファンとのつながりを失わないという点も特筆すべきです。 技術的な進化だけでなく、彼女の人間性や真摯な姿勢がファンに強く支持されていることは、コメント欄を埋め尽くす彼女への賛辞からも明らかです。彼女がどれだけ多忙であっても、ファンとの絆を忘れることなく、その一人一人の声に耳を傾ける姿勢は、他の多くのアーティストにとっても模範となるでしょう。ナンバーアンダーライン愛がさらに進化していく過程は、音楽業界全体にとっても注目すべきトピックです。 彼女のように、幅広いジャンルをこなすアーティストは稀であり、その理由の一つは、各ジャンルに対する理解とそれを超えた表現力を持っていることです。彼女の音楽的な冒険は、ファンにとっても刺激的であり、次にどんなサウンドや感情が待っているのかを予想しながら待つ楽しみを提供しています。これは、彼女が単なる音楽のパフォーマーではなく、音楽の探求者であることを示しています。 彼女がどんなジャンルでも歌いこなせるという事実は、現代の音楽業界において特に重要です。今日では、ジャンルの垣根がますます曖昧になり、アーティストは特定の枠にとらわれずに音楽を作り出すことが求められています。例えば、ポップスとヒップホップ、ジャズと RB など、異なるジャンルが融合して新しいサウンドが生まれるケースが多くなっています。ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが、 ジャンルを超えた音楽を自由に表現できることは、リスナーの多様なニーズに応えることにもつながります。Spotify のようなプラットフォームが、多様なジャンルを簡単に探索できる環境を提供していることも、こうしたアーティストの成長を後押ししています。さらに、彼女の多様性は単に音楽ジャンルにとどまりません。彼女の歌詞も、さまざまなテーマや感情を探求しています。恋愛や失恋、 友情といった普遍的なテーマから、社会問題や個人的な葛藤まで、彼女の曲には人々が共感できる要素が詰まっています。これは、彼女の音楽が単に聴くためのものでなく、感じ、考えさせるものでもあるという証しです。彼女の歌詞は、シンプルでありながらも深く、リスナーが自分自身の経験や感情を投影する余地を残しています。これにより、 彼女の音楽は個々のリスナーにとって非常に個人的なものとして響くのです。Spotify India のキャンペーンを通じて多くのファンが感じたのは、音楽が単なる娯楽ではなく、コミュニティの一部であり、個々の感情を表現する手段でもあるということです。彼らが、ナンバーアンダーライン愛という名前をコメント欄に埋め尽くしたのも、彼女が彼らにとって特別な存在であることを示しています。これは一種の愛の表現であり、 彼女に対する敬意や感謝の気持ちが反映されています。特にインドのような多様な文化背景を持つ国において、音楽は人々をつなぐ強力なツールであり、ナンバー・アンダーライン愛はその役割を果たしているのです。また、彼女の音楽がこれほどまでに多くの人々に愛されている理由は、そのユニバーサルな魅力にあります。音楽の本質は言語を超え、文化を超えて人々の心に直接届くものであり、 ナンバーアンダーライン愛の楽曲はその力を持っています。彼女が歌うメロディーや歌詞の中には、聴く者の,の心を揺さぶる普遍的な感情が含まれており、それが彼女を国境を越えた存在にしているのです。こうしたアーティストの成功は、現代の音楽業界の変化をも反映しています。以前は、音楽は国ごとに異なるトレンドがあり、地域ごとに大きく異なる文化的背景に依存していました。しかし、 Spotify のようなストリーミングプラットフォームが普及したことで、音楽は瞬時に世界中に広がり、ジャンルや国境を超えて共有されるようになりました。ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストがインドでこれほどまでに支持されるのも、彼女の音楽がこの新しい時代の音楽の流れに合致しているからこそです。彼女は、インドや日本だけでなく、世界中のリスナーに向けて自分のメッセージを発信しているのです。このような状況下で、 彼女がこれからどのようにさらに進化し、次にどんな挑戦を行っていくのかは興味深いポイントです。彼女はすでに多くのジャンルで成功を収めており、今後さらに新しい音楽スタイルやパフォーマンス形式に挑戦する可能性があります。例えば、今後はさらなるテクノロジーの進化に伴い、AI やバーチャルリアリティといった新しい技術を取り入れた音楽体験を提供するかもしれません。これにより、 リスナーはよりインタラクティブで没入感のある音楽体験を得ることができ、アーティストとのつながりがさらに深まるでしょう。このように、ナンバー・アンダーライン愛がリスナーに与える影響は、単なる音楽の枠を超えています。彼女の音楽を聴くことで、人々は自分自身の感情や思考を整理し、新たな視点を得ることができるのです。これは、音楽が持つ知癒力や、心を癒す力を象徴しており、 彼女が多くの人々にとって特別な存在である理由でもあります。Spotify India の今回のキャンペーンは、単なるプロモーション以上の意味を持っていたと言えます。それは、音楽がどれだけ人々の生活に影響を与えるかを示すものであり、同時に、アーティストとリスナーの間に生まれる特別なつながりを強調するものでした。Number Underline I というアーティストが、今後どのようにしてさらに多くのリスナーを魅了していくのか、 その未来は非常に楽しみです。